食える草大概食っちまったしな。ゆうたくん、あれ、志保、なんでここに。って家近いけど。翔、ゆうたくんにお礼言いたくて。あれからパパすごく遊んでくれるようになったの。そりゃよかったな。いじめられないように黒服さんもつけてくれたよ。友達作りは諦めるんだな。ゆうたくんち、うちのパパからいっぱい借金してるんだってらしいな。ゆうたくんが志保と結婚してくれたら借金チャラにしてあげてもいいよ。やだ。